カニコトルベングラシア・カルマチェは、スペインサラゴサ出身の元サッカー選手。ポジションは MF。2002から03シーズンからレアルサラゴサの主力として活躍していたが、2005から06シーズンの活躍は、出色でチーム内 MVP と言えるものだった。サラゴサでは、コパデルレイやスーペルコッパでエスパーニャ優勝の経験がある。レアルマドリード、アトレティコマドリード、 ビジャレアル CF、バレンシア CF からオファーがあったが、サラゴサ側がどのクラブとも合意に達しなかったため、代理人がビジャレアル CF を選択した。2006年5月、移籍金1100万ユーロの5年契約でビジャレアル CF に移籍した。2006から07シーズンは、新加入選手中トップの35試合に出場して3得点、5アシストを記録した。 2007から08シーズンは32試合に出場し、チームはクラブ史上最高の2位に躍進したが、デビューシーズンの2001から02シーズン以来初めて無得点に終わった。2008から09シーズンの序盤は不安定であり、健康体でありながら、マヌエル・ペレグリーニ監督から召集外とされることもあったが、ラスト9試合で5得点と終盤戦で力強い活躍を見せ、 5位での UEFA、ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。36節のレアルマドリード戦37節のバレンシア CF 戦最終節の RCD マヨルカ戦では3戦連続で得点した。2009年夏にはペジェグリーニ監督がレアルマドリード監督に就任し、後任にエルネスト・バルベルデ監督が就任したが、 バルベルデ監督指揮下でもレギュラーポジションを獲得した。2009から10シーズンは4から4から2フォーメーションの右サイドハーフ、または4から3から3フォーメーションのインサイドハーフで起用され、2008から09シーズンの22試合を大きく上回る35試合に出場した。2010年2月にはバルベルデ監督が解任されて、フアン・カルロス・ガリード監督が就任し、 同年夏にはロベール・ピレスがビジャレアルを去ったが、カニは2010から11シーズンもチームに不可欠な選手であり続けた。2011年1月9日のレアル・マドリード戦では先制点を挙げたが、ベンチに退いてから一悶弱を起こした。レアル・マドリードのクリスティアーノ・ロナウドがハットトリックを達成した際に、ジョゼ・モーリーニョがビジャレアルのベンチ前までやってきて派手に、 ゴールを祝ったため、カニは、水が入ったボトルをモーリーニョに投げつけ、ベンチにいながら一発退場処分を受けた。一試合の出場停止処分を消化すると、コパデルレーのセビージャ FC 戦でも得点し、さらに CA を指すな戦では50メートル以上の距離から、ロングシュートを決めた。ビジャレアルは、リーグ戦を4位で終えて、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。 同シーズンの UEFA ヨーロッパリーグでは、準決勝に進出し、FC ポルトとの準決勝のホームアウェイそれぞれで、得点したが、2試合合計4から7で、敗退が決まった。2014から15シーズンに入ると監督の構想外となり、2015年1月7日、アトレティコ・マドリードへレンタル移籍した。シーズン終了後に、 ビジャレアルに復帰するが、構想外である状況に変わりはなかったため双方の合意の下で契約を解除し、デポルティーボラ・コルーニャと一年契約を結んだ。2016年7月31日、レアル・サラゴサに復帰。サラゴサでの2シーズン目の途中に引退を発表した。2006年4月、ルイス・ワラゴネス監督によって、スペイン代表合宿に招集されたが、試合には出場していない。 ありがとうございます。